午前岳登山口に来ました。塩路原生林登山口、あとね湧水コース登山口ともね呼ばれているそうです。今日はねここからこの沢沿いをね登って午前岳、そしてね釈迦岳、福岡のねナンバーワンナンバーツーの山をね縦走していきたいと思います。ここに来るまでのアクセスとかね登山口情報はまた別の動画でアップしてますので、それをねぜひ参考にされてください。ちなみにですね、さっき登山口はあっちにあったんですけど、そこからね50メートル100メートルぐらい、西の方に来るとねまた別の登山口がありますね。これも午前だけ登山口っぽいんですけど、まあ、今回はねここは紹介だけにしてねやめておきましょう。はい、では行ってきます。最初はこれちょっと舗装路ですね。左がね沢沿いなんで、涼しいです。この舗装路をね5分10分ぐらい歩くとね、ここからいよいよ未舗装路というかね登山道になりますね。ここに右に分岐がありますね。おそらくここはさっきのね、登山口で見つけた少し先にあるね、もう一つの登山口じゃないでしょうか。ここに三角岩かなんかがねあるみたいです。もう私はねひとまず午前岳山頂に行きましょう。結構綺麗な標識ですね。お、そしてもう早速ねオレンジが見えてますよ。あ、見えてきましたね。あーすごい、このオレンジのがねオオキツネのカミソリっていう花ですね。わー綺麗、綺麗だね。おー早速ねキツネのカミソリと、あとね目立つのがこのウバユリですね。ウバユリが結構咲いてますね。今ね完全に曇ってて薄暗いのでちょっとね生えないんですけど、ここら辺がねキツネのカミソリ群生地、見頃は8月初旬ってことですね。ポツ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 ずっとね咲いてますね。あー水がきれい、冷たい、いいね。あ、午前だけはね右みたいですけど、午前だけ湧水ってあるので、ちょっとそこにね200メートル先行ってみましょう。塩地の木ですね。うお、この辺りがね湧水源流だそうです。これかな、冷たい冷たい、すごい湧水ですね。このね登山道に戻ってきました。ただねもう直接ね湧水地からこのちょっとショートカットしてね戻ってこれました。いやもうね本当に冷たかったですね。これ映像用とかじゃなくて、もう映像切った後もねずっと使ってました。冷たい。さっきのね、午前湧水過ぎたらねこの谷の反対側びっしりですね。ちょっと遠くて見えないかな。いやこれはこれでまたねいいね。何回かねこうやって沢を渡るのもねもう夏はもうこれだけで気持ちいいですね。ここにもね群生地の看板があったんですけど、まだね先の方に、すごくね見どころがあるというふうに、すれ違いの方からね教えてもらったので、まあ、期待を込めてね歩いていきたいと思います。ただマムシもね結構いたってことで、そこはちょっと気をつけなければ。わあすごい、右斜面、
群生地としてはね、岩田山の方が規模は大きいんでしょうけど、この御前だけはね、この花がね近い、登山者に近いので、なんか本当近しく感じるとね、親しみが湧きますね。親子杉。わあ、2本ボーンとありますね。そして岩屋と書いてありますね。田代岩屋かっこ中宮と書いてありますんで、300m いろいろ行ってみましょう。田代岩屋を通るときはこの夫婦杉も目の前通るんですね。夫婦杉すごい。おお、仲良くね。田代岩屋と、あと祈り石、祈り石って書いてありますね。やっぱ岩なんで、探したらね、すぐやっぱ岩タバコありますね、この時期ならね。これね、探せばね、いっぱい岩タバコとお花ですね、ありますね。はい、本堂まで戻ってきました。今からまた改めて御前岳登っていきましょう。ここら辺はね、割とね、もうつぼみが目立ってきたんですよね。大きつのカミソリはね、もうほらつぼみつぼみなので、標高を上げるとね、まだまだつぼみが多いので、これから先ね、8月の頭にかけてね、十分楽しめますね。長い期間楽しめそうですね。はい、登山口から 1.4 キロで、山頂まで 0.7 なんで、まあ2対1ですね。もう6割7割登ったぞと、ちょっとね算数をしてみました。はい、これがね、山ホトトギスの花と、これイカみたいなのが、これつぼみですね。面白い形してますよね。この辺りがね、やや荒れている感じですね。ただそうは言ってもね、真新しく笹を刈った跡があるので、整備はされたんでしょうね。もうすぐね、稜線に出るんですけど、ここが急でね、風を通ってきたけど暑くて、もういつも通りのね、暑苦しいこの私の出来上がりですね。はい、この鎖の杭が、これ杭丸っていうらしいですね。これが出てきて、あと少しで稜線に出て、そこからもうね、山頂まですぐなんで、やっと稜線に出た。あとは稜線歩きをね、100メートルすれば御前岳ですね。やっぱここの直下、そう、100メートルが一番きつい。東側がもう雨が出ますので、早めにね、釈迦岳の方を目指したいと思います。じゃあね、こっちに降りずに縦走路を釈迦岳の方に行きます。ちょっとね、雨の匂いがしたので、もう雨がいつ降ってもね、すぐ対処できるような準備をしました。まあ、具体的にはね、カッパを袋から出して、もうザックの一番上に忍ばせているのと、あと私の携帯がね、防水じゃないので、この防水の袋をポケットに忍ばせておいたのと、あとザックカバーね、これをもうすぐ取り出せるように、もうほんと脇に
忍ばせておいたのと、この3つですね。ただ雨は降ってほしくないんですけどね、当然ね。雨がですね、小雨までいかない霧雨が時々降ってきますね。なので草が濡れてね、間接的に私も濡れるような感じですね。鎖場、今回はこういう重曹路のね、動画はだいぶ省略して、もうサクッとね釈迦だけに行っちゃうと思うので、もしねそこが気になる方はね、右上のところに今年3月にね釈迦だけ御前だけは満作を見に行ってるんで、そこをね参考にしてください。重曹路のね、もうここがもうすぐ釈迦だけなんですけど、ここ左にね降りると田代登山口に降りますね。ここ荒れてるみたいだけどね、ここは使えればねいい周回コースができるんですけどね、はい、今日は使いません。釈迦岳の直下はねこうやって鎖場がありますね。今日はね特に、鎖を使わなくてもなんとか登れそうですけど、雨の日とかね注意ですよね。登った午前だけですね。あと少し。はい、釈迦だけ着きました。1230ですね。今日はですね、今そこに見えてるね御前岳に塩路原生林登山口から、登って、そしてね大きつねのカミソリを射て、そして重曹路を得てこの釈迦岳に登ってきました。大きつねのカミソリはね、岩原山とかいっぱいね有名な山がありますけども、この御前岳のね花は玄人好みというか、ミーハじゃない人が結構集まっているようなイメージを受けました。なので、ここもねぜひ登ったことがない人はここを登ってねお花を見られてはどうでしょうか。はい、ではね、ここからまた降りていきたいと思います。登山家山ちゃんでした。バイバイ。